アメリカ合衆国ニューヨークシマンハッタン区ミッドタウンのロックフェラーセンターにある超高層ビルである。以前の名称は RCA ビルディング GE ビルディングであった。所在地の通りなバンチから30ロックフェラープラザ、愛称で30ロックザ・スラブなどとも呼ばれている。1933年にアメリカ大手の音響電気メーカー RCA によって ロックフェラーセンターの一区画に RCA ビルディングとして竣工された。259メートルで2015年現在ニューヨークで14番目、アメリカ全体でも32番目に高いビルである。設計者はレーモンドフッド。ロックフェラー一家は56階の5600号室に住んでいた。1986年のゼネラルエレクトリックによる RCA の M&A に伴い、1989年に GE ビルディングの名称へ変更された。現在は RCA の中核事業であった3大ネットワークテレビ局 NBC の本社として機能している。現在、ビルは NBC ユニバーサルとティッシュマン・スペイヤー不動産により所有されている。2014年6月、コムキャストは ビル最上部の GE ロゴを取り外し NBC のシンボルマークであるピーコックとコムキャストのロゴに置き換えることをニューヨーク市歴史建造物保存委員会に申請し認可を受けた2015年7月1日にこのロゴの付け替えが行われたこうして建物の名称もコムキャストビールディングに変更されたトップオブザロックはビル最上部に設けられた展望台である 春工時から運営されたが1986年に閉鎖となり、19年後の2005年に高速エレベーターの設置やロビーの再構築など施設を一新させて再オープンした。最上階の68階と屋上の69階、その東屋の屋上にあたる70階で構成されており、入場券を購入して見学することができる。69階にはノベルティショップがある。 なお、マインハッタンの展望台としては、エンパイアステートビルがより高層であるが、アッパーデッキの先の屋上は、アッパーデッキより一回り小さく作られているため高い、柵やガラスなどの安全設備がなく、遮るもののない展望が得られる利点がある。コムキャストビルの65階には、レインボールームという名前のレストランがある。1934年の開業当時は、 アメリカで最初の高層階に入ったレストランであった。2009年に一度閉業したが、2014年に再開業した。NBC の本社内には NBC スタジオ、MSNBC のスタジオも備えている。収録される番組と収録スタジオは次の通り。トップ・オブ・ザ・ロックと呼ばれる展望台からの眺めトップ・オブ・ザ・ロックと呼ばれる展望台からの眺め。 ありがとうございます。